はい、皆さん、毎度毎度。はい、11月11日木曜日ね、政府がね、事業者に最大250万円の支給をなんか決めたらしいね。業種問わず、売上の落ち込み幅も小さくっていうことだね。個人事業主だね、我々みたいなのは最大50万円ってことになってんね。個人事業主じゃない方はね、関係ないけどね、こちらは18歳以下の子供へ10万円相当の給付について、年収960万円の所得制限を導入することで合意した。まあ、お子様がいる家庭はこれは影響するのかな。あとマイナンバーカード保有者へのポイントについて最大2万円で合意したって、マイナンバーカードのさ、ポイントよくわかんねえんだよ。ちょっとね、調べてみようね。まあ、だんだん朝礼もさ、ネタがなくなってきたからね、今日あたりはね。はい、りょうちゃん先生頑張ってね、お仕事行ってらっしゃい。はい、しばちゃん先生お疲れ。はい、今日も元気にね、お仕事行ってらっしゃい。はい、週明けのね、水曜日が忙しくなる時が多いです。これね、水曜日忙しいよってお客さんに言いふらしてるとね、水曜日暇になるよ、そのうち。うちも経験ある。はい、その他皆さんね、お仕事頑張ってね、はい、行ってらっしゃい。